サー・ウィリアム・リー・サー・ウィリアム・リーは、イギリスの裁判官、政治家、王座裁判所主席裁判官を務めた。第2代順団シサート・マス・リーとアリス・ホップキンスの、次男として、1688年8月2日に、バッキンガムシャーのハードウェルで生まれた。父・トマスと、祖父初代順団シサート・マス・リーはイングランド、庶民院議員だった。 1703年にミドルテンプルに入り、1704年にオックスフォード大学に入学するが、オックスフォード大学は卒業せず、ミドルテンプルでは1710年に弁護士、資格免許を得た。1717 17年にインナーテンプルに移籍、1725年にインナーテンプルの幹部員に選出された。1718年にウィカムシ裁判所判事に任命された後、 1722年にバッキンガム氏裁判所判事に任命された。1718年から1730年まで国王付きラテン語秘書を務めた。1727年8月17日にホイックの一員としてチッピング・ウィカム選挙区で庶民委員議員に当選。1728年に直線弁護士に選出され、1729年にプリンス・オブ、 ウェールズ付き法務長官に任命された。1730年6月5日に、高等法廷弁護士に任命され、翌日に、王座裁判所売席判事に任命されたが、歓令である、ナイト助釈は拒否した。また王座裁判所売席判事に任命されたことで、庶民委員議員を辞任することとなった。百三十七年六月八日、ハードウィック男舎の公認として、 王座裁判所主席裁判官に就任、同日に数密顧問官に任命された。リーは王座裁判所主席裁判官としては、女性世帯主が街道管理人の選挙権と非選挙権を有するとの判決を下し、キャンベル男爵がそれまでのイギリスの裁判官と比べて女性の権利を擁護したと評した。1745年ジャコバイト法規の事後処理として、 行われた裁判でも裁判官を務め、イギリス人が外国軍の事例をもって捕虜として扱われることはできない反乱への参加が許されるのは即時の死亡の脅威ほどの強制がある場合だけ、スコットランド生まれのスコットランド人は合同法に基づき、スコットランドで裁判を受ける権利を許さないという判決を下した。1754年3月8日にヘンリー・ペラムが死去すると、 リーは暫定の財務大臣に任命された。しかし、4月8日には卒中により死去、17日にハートウェル協会で埋葬された。リーは二度結婚した。一度目の結婚相手は、ジョン・グッド・ウィンの娘案であり、二人は一難を設けた。1738年5月12日、リーは、ロジャード・レイクの娘マーガレットと再婚したが、二人の間に子供はいなかった。 ありがとうございます。